まあ、目的としては幅広く、まあ、高齢者の方や子どもそして、まあ、知的障害者や、そういう幅の中で今日は、ね、一部の仮設の中の、まあ、高齢者の方が対象になったんですけども、体と心の状態を改善することがその目的でありますね。帰ってきた瞬間とこの時間が終わって帰りの時間がやっぱり差がありますね。差があって、個人的に声をかけてくださってすごく良かったよ。農家の方が大勢いらっしゃるので、まあ、ただ、まあ、植物ということだけだったら我々より、まあ、はるかになんかプロフェッショナルな方が大勢いらっしゃいますけども、この、まあ、セラピーとしてやる作業の中ではやっぱりこのような方法があるんだということを皆さんから聞いたりとかします。セリフ忘れるわ。斉藤さん、小さな辞典ができましたね。はい、今はしないね。昔はね、本気になってやってやっちゃ盆栽みんな流されて終わり。だから何十年とかかってから、私二十歳頃からやってから、かえってこういうのこういうのはね、もう年数かけてそうなってしまうとね、毎年楽しめちゃう人から。ああ、とっても楽しいですよね。だから、毎回毎回あれば来たいです。でなんてね、うちにただいたらね、頭がおかしくなっちゃうでしょ。息が詰まっちゃうし、だからこういうことやって、楽しくやってます。一緒に、この時間を通して皆さんの心を休める時間になれたらと思いますので、重く考えないで、実際私もこれやってすごく癒しをもらってるし、いただいてるし、で皆さんと同じように心の元気、そして自分がもらうこともいいですし、他の人に伝えることも両方可能ですので、一緒に、この時間を楽しんでいただきたいなと思いますので、楽しみたくさんまた来ます。ありがとうございます。またやって。面白い勉強になります。